はい、今ねどこにいるかというとね、タイのパタヤにいます。パタヤのビーチに今いるところです。1年10ヶ月のビーチということで、今こんな感じでね、さっきちょっと泳いできたんだけど、ここで会ったりしているところです。ということで今ねビール頼みました。チャンビール、チンハでしょと思ったらチャンしかないって言ってたんで、チャンでもいいですけどね。で昔はねここねちっちゃい椅子があって40バーツであったんだけど、今全部撤廃されてなんか100バーツのやつしかないです。ここにあるやつね、誰も客いませんけど、そこにインド人がいる、顔でわかるし、まあバングラとかパキスタン似てるんだけど、まあ言葉で言ってもわかるからね。まあ、こんな感じで今ビールを、飲んでます。チャンピオンね、あんまり人いないね。2月ぐらいになると結構人いるんだけど、この時期そんなにいないですね。年末年始ももっといたんだけどね。ということで、今日曇ってます。そろそろねもうあ、こういう感じで今見てますけど、タトゥーを入れるっていうね。OK。1週間。OK、バイバイ。まあこんな感じでね、一時的に入れる。あ、でも入れてもいいかな、少し。本物の炭入れちゃうとね、ワブリとか入れちゃうと、タトゥーとかおしゃれタトゥーなんかね入れちゃうとさ、結構風呂とか好きなんで、ジムとかね。そういうのが嫌なんで結局入れないようにしてるんだけど、まあ、確かにテンポラリーだったらいいですね。一時的な例えだったら別にいいかなって感じします。で、こんな感じで見てますけど今日曇ってます。で今ここで食事を頼んで、食事するところで、あと行商人ね、いっぱいそこでイカを売ってる行商人とかいますよね。あとはマリンスポーツの業者なんかもいたりして、やりたい人はできる感じになりますね。でそこで泳ぐ、決して綺麗ではないんだけどね。でも一つ気づいたのことがあります。ビーチの奥行きがねかなり広くなった感じしますね。昔もっと狭かったんですよ。ということでビーチの奥行きがね広くなった感じがしますよね。それが変わったなって感じがしますけどね。でこうやるとこういうね行商人結構歩いてくるんだけどね、いろいろサポートってきます。ということで、まあ、海外だと申し訳ない、最後言わせていただくけど、編集ソフトを使うと出力がすごく遅くね、なかなかできなくてアップしないんですけど、残念ながらちょっと出力せずにね無編集でアップします。そこだけちょっとご了承いただければ。こんな感じでねエビとかイカね、行商人が結構来ます。だから他にもいっぱい来ますよ。あとマッサージとかね、こういうおばさんね、マッサージ、サワディカップ、マッサージ。300が高いでしょ。ここいうとこだったら業者だったら200で行かないとダメだと思うんだよね。そこだから200でできますからね。結構持ってますね。前もっと安かったんだけどね。まあこんな感じね。なかなかこういう交流ができて楽しいですけどね。いいっすね。やっぱ海そんな綺麗じゃないんだけど、まあでもね俺本州の人から沖縄の人と一緒にこう昨日とか飲んでたんだけど、この番組見てくれてるね、沖縄の人からすればねこの海大して綺麗じゃないんですよね。というよりもまあ綺麗とは言えないですね。だけど本州の俺からすると結構やっぱこう綺麗な感じしますね。なんかすごく南国的な感じがすごいいいなっていうね。まあこんな感じです。ということで今から飯が出てくるんで飯をね、食います。まず飲みます。